長泥町は埼玉県の西部に位置し、秩父郡に属する町。人口は約7000人。長泥の正式な実態はである。秩父地方に属し、秩父盆地の北端に位置する。三里町、寄居町、皆野町、本庄市と隣接する。北に不動産、神、宮山。 南西に宝登山と山々に囲まれた町の中央には荒川が南北に流れており、長泥渓谷となっている。その川に沿って鉄道、国道が伸びている。古くは戦国期より見出せる野上であり、江戸期には幕府領に属する本野上村、中野上村、野上下郷村があり、これを野上三里と通称されていた。 南野町との合併が検討され、合併上院締結の一歩手前の段階まで協議が進んでいたが、唯一新町名で折り合いがつかず、2005年3月31日に南野町、長戸路町合併協議会は解散となった。工実する観光が主な産業で、2016年の旅行者数は約269万人と2006年比で3割近く増えた。 外国人にも人気が高い。市外局番は町内全域が0494。同一市外局番の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は長取局のみ。郵便番号は町内全域が369から 13XX である。国道県道中心となる駅、野上駅タクシーの営業区域は秩父交通圏で、 秩父市、横瀬町、水野町、小鹿野町と同じエリアとなっている。長泥渓谷をはじめとする数々の観光名所を有し、秩父の石壁、関東のヤバ系という別名を持つ。ありがとうございます。